はい、用土社営業部でございます。弊社会議室よりお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のご案内は2024年8月新刊のご紹介ということで、5点の新刊をご紹介させていただきます。この動画が書店員の皆様や読者の皆様のお役に立てれば幸いです。それではよろしくお願いします。処方するすべての医師のための薬理学の本ができました。薬理学は日常診療にもっと使えます。医師のための処方に役立つ薬理学。本書では前半部分でまずは薬とは何かを学んだ後、薬理作用や薬物動態といった普段の処方の根拠になる必須知識を抑えます。後半の第5章からは実際の診療や処方で特に重要な副作用や相互作用、高齢者、臓器障害への処方のコツ、薬の選び方について手厚く解説。本書は患者さんの診療を始めたばかりの医師の方や学生時代に薬理学を勉強したけど忘れてしまった方、診療に直結する薬理を学び直したい方などに特におすすめ。効果的で安全な日常診療を行うための薬の必須知識が身につく一冊です。薬理学の本は多くありますが、処方・診療に直結する医師に必要な薬理の知識を分かりやすく解説しているのが本書の特徴。より自信を持って安全な薬物治療ができるようになります。こちらは医学一般棚や薬物療法棚での展開をお願いします。この一冊があればなんとかなる日常診療の筆記書をご紹介します。患者さんを総合的に見るための内科外来これ一冊筆記書。本書は一般外来で診察する機会の多い疾患を網羅、日常診療で必要なエッセンスをぎゅっとまとめました。実臨床で本当に必要なことだけを厳選、各治療薬の特徴と用量用法が表に整理されていて分かりやすい。書籍購入特典としてダウンロード可能な図表も掲載、患者さんに説明するときに役立ちます。豊富な図表により現場で必要な診断や治療薬の知識を網羅しているのが本書の特徴。まさにタイトルの通り、これ一冊でなんとかなる日常診療の筆記書です。こちらは内科一般棚での展開がおすすめです。医療者向けの AI 入門書決定版が登場しました。 Python で体感、医療と AI 初めの一歩。本書はプログラミング言語 Python を使って機械学習や深層学習を気軽に体験でき、その仕組みをざっくり学べる一冊。プログラミングが初めてでも大丈夫、これからの AI 時代に必要なデータリテラシーの基本が無理なく身につきます。医療従事者はもちろん、生命科学研究者の方にもおすすめの一冊です。肺の X 線画像が肺炎かどうかを予測する深層学習モデルを作成することが本書のゴール。データサイエンス教育の教材としてもおすすめです。機
械学習や AI がぐっと身近なものになります。こちらは医学一般棚での展開をお願いします。ここからは用土社の定期刊行雑誌2冊をご紹介します。まずはレジデントノートから。レジデントノート2024年9月号、お任せください救急での総処置。9月号の特集では、研修医が救急で対応することの多いスタンダードな総称を取り上げ、処置の基礎知識と主義のポイントを優しく解説します。総称の評価、層の洗浄、麻酔などの全処置、具体的な縫合、縫合できない傷の処置の仕方、抗菌薬の投与の判断など、研修医がこれだけは知っておきたいという知識を凝縮。写真やイラストも多く、ビジュアル的にも分かりやすい特集です。研修医の先生方が一人で対応するときに不安が減るように、悩みやすいポイントをまとめたのが今回の特集のコンセプト。9月号があれば総処置を任されても慌てません。こちらは雑誌棚や研修医棚での展開がおすすめです。最後は実験医学のご紹介。実験医学2024年9月号、グルカゴン GLP-1GIP の創薬革命。糖尿病や肥満症を皮切りに、さまざまな代謝性疾患への有効性が見えてきたグルカゴン GLP-1GIP、 それぞれの特性や作用基準、さらには強作動薬という手段により急速に進み出した創薬研究の現状について大特集します。人気のコーナー今知りたい、今回はビッグデータ時代の医学研究におけるピーチ、大規模データ解析が主流となりつつある医学系研究において有意差の持つ意味を再考。リアルワールドデータを解析するにあたって、臨床的な差と統計的な差はそれぞれどのような意義を持つのか解説します。実験学では2015年にインスリンと並ぶ糖尿病治療標的としてグルカゴンを特集しましたが、臨床応用が進んできたことを受けて改めての特集となりました。代謝性疾患の治療までを変えようとしている最前線をぜひご覧ください。こちらは雑誌棚や基礎医学棚での展開をお願いします。はい、というわけで2024年8月新刊のご紹介でございました。今回ご案内した書籍は毎月月初にファックスにてお送りしております用土社ニュースでもご紹介しております。注文書としてもお使いいただけます。ぜひご活用ください。概要欄にも書籍の情報を記載してあります。ご不明な点などございましたら用土社営業部までご連絡ください。それでは全国の書店員の皆様からのご注文お待ちしております。この本欲しいという読者の方はお近くの書店へお問い合わせください。以上、用土社営業部でした。よろしければチャンネル登録・高評価の方もお願いします。ありがとうございました。